1973年の様子、アンジェ・モストフスキは、ポーランドの数学者。モストフスキ崩壊補大で有名。オーストリア・ハンガリー帝国のリビューで生まれる。1931年ワルジャワ大学に入学。クラトフスキ、アドルフ・リンデンバウム、タルスキの影響を受ける。1939年博士号取得。公式には、クラトフスキに指導を受けたとされているが、 実際には若かった、タルスキから指導を受けていた。彼はドイツのポーランド侵攻の後、会計士になった。しかし、隠れてワルシャワ大学で研究を続けていた。1944年のワルシャワ放棄の後、ナチスは彼を強制収容所に入れようとしたが、ポーランド人看護師の助けを借りて病院に逃れた。食料を持っていくため、 研究成果の詰まったノートを置いていくしかなかった。戦後、その一部は彼が再構成したが、ほとんどは不明のままである。彼の研究の大部分は、再起理論と決定不能性についてである。1946年からカナダのバンクーバーで死去するまで、彼はワルシャワ大学で研究を続けた。その時の研究の大部分は、一回術語論理とモデル理論である。 彼の息子のタデウスも数学者になり、微分幾科学の研究している。クシチトフカーディカとアダム・パルシンスキーと共に、ルネトムの EN、グラディエント・コンジェクチャーを2000年に解決した。ありがとうございます。